あ、来た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 ぞ来たぞ。さ、お、なんだこれ、これ初めて見たぞ。リボンがついてる箱。チャリーン、サルタル中堅らしいです。というわけですね、前回、初めてのスライム合成実験をしたスライムランチャーでございます。いや、日本語版になってですね、非常に、いろんなことがですね分かるようになって、すごい楽しいねスライムランチャーでございますが、今回はですね、新しいことをやっていきたいと思っておるのですよ。まずはですね、この前回、作ったこの子たちですねを、使っていろいろねやっていきたいんだけど、これやっぱちょっとフィーダーとあの集めるやつは早く作りたいですね。というわけでですね、このたくさんプリットをゲットできるようになったので、これをガンガンまず売りましてですね、お金を貯めていきましょう。プリットの自動回収装置が、欲しいところ、あと餌のフィーダーですね。よいしょ、まずちょっとこれで集めていきたいですね。痛い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 。集めるの命がけですからね。プリット集めんの、特にこいつらめっちゃ襲ってくるから、ロックちゃんたちは襲ってくるのをうまいこと華麗にかわしながらですね、かわせてないけどかわしながらこうやってお金集めてね、行かないといけないですから、痛いな、もう怖いな本当。よいしょ、 OK。 というわけで、これでですね大丈夫、お金が貯まったと思いますので、これでプリット回収機をつけていきたいと思います。さあ、 OK、 1300貯まったから、これはつけられるっしょ多分。1個はプリットコレクター、500高い。でも2つつけられるね。これでとりあえず自動的にこれ回収してくれる、これがすごく大事ですね。餌の方はまだ自分でやってもいいけど、この回収はね、これがあった方がやっぱいいと思うので、次オートフィーダーつけていきましょう。 OK です。さあ、ニワトリちゃんたちは、あ、順調に増えてるっぽいですね。まあそれはいいとして、餌をあげていきたいんですが、今日の分はもうあげたのか。 OKOK、 じゃあ、新しいことねやっていきましょうかね。今日は何をやっていこうかと言いますとですね、あ、ちょっと待ってください、新しくオグデンが、メールをくれたみたいです。早速メール見ていきましょう。あ、メールが2つありますね。どれ見ていきます。これか、まずペットのサボテン、ケイシーから、ベアトリックスへ、ベアトリックスのお店で、サボテンを買ったよっていうか、勝手に持ってきちゃったんだけど、帰ってきたらお店は、ほとんど空っぽで、でもこのサボテンくんだけは寂しそうに残ってて、だから引き取ることにしたんだ。え、ベアトリックスはお店やってたのかな、向こうの星でね。向こうの星というか地球か、植物ってすぐ枯らしちゃうんだけど、この子は絶対守るからね。っていうか、サボテンすら枯らしちゃったら救いようがないでしょ。この子を見ると思うんだ、今頃ベアトリックスはハルカーナ星で頑張ってるかなって、元気でやってますようにって言われてますけどね。ラッシーさん昔ね、サボテン可愛いなと思って、サボテンね流行ってた時あったんだね。その時にサボテン育てて枯らしたことあります。意外とね、あれなんですよね、お水やると枯れたりとかね、なかなか結構サボテンって、なんつうの、砂漠でも育ってるイメージありますけど、育てるの結構難しかったりするんですよね。さあ、もう一つですね、オグデンオルティスからメールが来てます。僕はオグデン、君と同じスライムランチャーさ、でもどちらかというと農業の方に力を、あ、農業の方、昔の地球の農家のように土にまみれながら自分の手で野菜や果物を作りたくてハルカーナ星に移住してきた。知ってたかい、人参を食べると暗いところでも目がよく見えるようになるんだ。え、そんな能力あんの、本当に、本当らしい、これ本当さ、だからランチャーはできるだけ人参をたくさん食べた方がいいんだ。夜のハルカーナで迷子になったら危ないからね。と話が脱線しすぎた。今後はうちからもハルカーナネットに、あ、依頼を出すからよろしくね。うちで育ててるスライムは野菜か果実を、果物ねを餌にするやつらばかりなんだ。だから主に、そういう餌を集めてもらうことになるよ。それじゃあ今後ともよろしく。金生姜って聞いた、あ、金生姜、金生姜ね、あの伝説の野菜ですね。伝説のゴールデンスライムの鉱物だって言われてるんだけど、まあどっちでも存在しないっていう人もいるけどね。ああ、金生姜の情報とかこういうところにちらっと出てたんですね。なるほどね、知らんかったな。まあいいや、とりあえずですね、新しいこの依頼やってみましょうか。結局、あ、オグデン、この人だ。あ、はい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 、あれだよね、セーバースライムの牧場の人だよね。あ、野菜をあげるとこれをくれるんだ。あげたいけど、いちごがね、いちごが、あ、残ってるかな、残ってんな、これよし、これ、このいちごをちょっと3個ほどゲットして、よいしょ、あ、これいけそうじゃない、
1,2,3 あとは人参と木の実は向こうで拾ってきましょう。この辺に落ちてるはず、人参いっぱい落ちてますね。なんか知んないけど、おいしょ、まあ、せっかくだから大量に集めていきましょうかね。おいしょ、ピンクちゃんゲットしちゃうんですね、間違って。オッケー、さあガンガンこれを集めていきますよ。オッケーオッケー。あー、ここにも果物、ここにありますね。これで果物8個だっけ。あと4個、もうちょっとどこかにあった。あー、ここにあった。よいしょ、まだこっちで、よいしょ、あそこになってるやつも出るんじゃないこれ。来た、めっちゃ来た。オッケー、だいぶ上手くなってますね。っていうかね、動きが滑らかになってるね。昔のスライムランチャーの時よりもかなり動きが滑らかな。ほらほら、この物体が飛んでくる、なんていうのかな、計算とかもかなりですね、滑らかになってるので、すごく行動しやすくなってますね、昔よりも。はい、 OK ですね。まあこれだけあれば足りますから、これでちょっとオグデンの依頼をクリアして、ついでにですね、この野菜とかを集めたので、今日はですね、久しぶりにあれをやっていきたいと思ってるんですよ。よし、まずはちょっとオグデンの依頼をね、1,2,3,4 個、あと人参が8個、 1,2,3,4,5,6,7,8 個、入った、やった、達成しました。よし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 、この音取りは貴重ですからね。ちょっとピンクプリットは一旦こっちを置いといて、これは OK ですね。さあ、これでちょっと音取りだけ、音取りはコケッコンっていうんだね。コケッコン、 OK、 コケッコンゲットしました。さあ、このですね、食べ物を集めたのを使ってあることをやっていきたいとさっき言いましたが、何をやっていくかというとですね、ラッシュさんね、もう見つけてるんですよ1個。はい、こちらですね、ほら、あそこにでっかいスライムがいるんだね。ここだここだ、ここから降りればいいのかな。おいしょっと、ということでですね、久しぶりにスライム大爆発をですねやっていきたいなと思っております。このでっかいスライムちゃんはですね、食べ物をそうね50個くらいですかね、あげると爆発して何か新しいことがね起こるんですね。はい、久しぶりですね、でっかいスライムちゃん、イエーイ、かわいい。この上とかね登りたいんだけど、これジェットパックがないと登れないかな。この上とかになんかありそうな感じするけどね。まあいいや、とりあえずこの子、にあげていきたいと思います。いくぞ、オラ爆発しろ。これちょっと今手持ちじゃ足りないと思うから、一回まずこれをあげて、あげ切ったらもう一回集めてこないとダメかな。さあ、来た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 ぞ来たぞ。さあ大爆発、おい来た、ゴールドスライム大爆発しました。さあここでですね、鍵を、はい、ゲットしましたね1個。さあ木箱の中には何が入ってるんだ。ドッカン、オッケー。あ、今あげたものが入ってますね。さあこれ本当にこれなんかあげたものが入ってるとちょっとバック、なんつうの、リアルで嫌じゃない。トラック割れた。ちょっとなんか今本当にスライムが爆発したみたいな感じになっちゃって、ちょっと嫌じゃないね。オッケー、鍵1個ゲットしたぞ。これで1個鍵開けられますけど、どっか開けていきましょうか。さあ、この鍵どこに使っていこうかな。結構ね、いろいろねありますよ。あ、ここに手紙ありますね。よいしょ、手紙見ていきましょう。この洞窟では落盤があったようで、最初に見つけた時は入り口が塞がっていた。この先にいるスライムたちの機嫌が悪いのは、そうなんだ、せいで長い間、餌にありつけなかったせいかもしれん。いずれにしよう、彼らの晩飯にはなりたくなければ、餌を与えて落ち着かせることだ。なるほど、あ、ここで攻撃してくるってこと。ここで、あ、これかこうか、これで初めての敵がここで出てくるよっていうことなんだ。うわー、来ましたね。餌をあげると落ち着くって言ってますけど、あげてみましょうか、楽しみね。ほら食え食え、ほらほら食え食え食え、食わねえじゃんこいつ。あ、食った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 、あ、落ち着きましたね。なるほど、いい子ちゃんになるんだね、ご飯食べると。まあいいや、それはいいとして、この先ですね、多分ここに、あー、やっぱりここにもあります。こっち行くと多分インディゴエリアがあるんだよね。そしてですね、このインディゴエリアの前にはいろんなところに鍵あるからな、どこから開けていくかはちょっと悩ましいところなんだけど、ハニーちゃんエリアがこの先にありますね。どこでしたっけ。はい、ここですね、この先でございます。そうだ、ここにも手紙があったから、この手紙も読んでみましょう。 OK ですよ。はい、私が地球で暮らしていた家の敷地の端にもこれとよく似た巨木があった。いつからかそこに入っていたのか誰も知らず、周りの景色がどんどん変わっても変わらずにそこに立っていた。だがある日とうとうその木が枯れ始めてな。何、ごく自然なことだ、おそらく寿命が尽きたのだろう。だがその時私は気づいてしまったのだ、何もしなければ私もこの木のように同じ場所で一生を終えること。なんかすげえ深いこと書いたんだ。深い話だな。それは私には耐え難いことだった。そしてその翌日
そうそう、春川聖域のチケット買ったのだ。なるほどね全然関係ないけど、この巨木の話でしたね。ここですね、この先、ここにも門があります。どっち行く？インディゴエリアに先に行くか、それとも、こっちのハニーちゃんの、ハニーちゃんエリアがこの先にあるはずなんですけれども、お、ここに、お、なんだこれ、これ初めて見たぞ。リボンがついてる箱、ちょっとこれ、ちょっと待って、ほら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 、これ新しくない？これなかったよね、前の時。これリボンがついた箱、新しい。何これ、何が入ってるの、この中には。ちょっと気になるね、開けてみましょう。いきますよ、プレゼント、せーので、ドン。さあ何、なんだこれ、ピンクオーナメントをゲットしました。これはなんだ、何に使うんだピンクオーナメントは。困った使い方がわからない。何かに使うんでしょうけどね、ピンクオーナメント。ちょっとまあ、じゃあこれはゲットしておきましょう。あ、あそこですね、あそこ、ここの門がありますので、ここで使うか、まあ、どっちで使うかといったところですね。一旦じゃあちょっとこれピンクオーナメントゲットしたので、基地に戻りたいと思います。さあ戻ってきましたけれども、このピンクオーナメントどうやって使うんでしょうか。これ木とかに発射すれば、違う、飾りかな。これ何に使うんだろう、わかんないな。オーナメントっていうぐらいだから飾りだと思うんですけど、一旦じゃあとりあえずここに置いときますね、家に。あ、ちょっと待って、ここに飾ろう、ここに、ここになんか台みたいなのがあったわ、ここに飾ろう、よいしょ。あ、バッチリじゃん、バッチリじゃん、バッチリ飾れた。これ何、オーナメントだから飾りだとは思うんだけど、クリスマスツリーとかがあればね飾れるんですけれどもね、なんかそういうイベント系のやつですかね、ちょっとわからないな。一旦朝まで休みます。はい、というわけでですね、どうでしょう、フィーダーの方が、あ、うまく作動してますね、いい感じだ、いい感じ。これちなみにご飯の方もですね、ちょっと作っていきたいと思うんですよ。はい、オッケー、購入。あ、こっちも500もするのかい、高えな、おい。よしよしよし、ただこれでですね、自動餌やりができるようになるのですごい楽ですね。オッケー、はい、ドド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 溜まったかな、溜まったかな、オッケーじゃ、オッケーじゃ、ちょっとじゃあこれもう一回売ってきて、オッケー、がっつり人財産になりましたね。これで、ここに作っていきましょう。はい、オートフィーダー、オッケーだ。これでかなり、いい感じにお金集めができるようになると思います。やったぜ、今回はすごくね、発展しましたね、牧場。さあ、次回は、この鍵を使ってですね、新しいエリアにちょっと進出していきたいなと思っておりますので、ぜひね、また見ていただければと思います。というわけで今日はこの辺にしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺で、また見てね、バイバーイ。